なんか今ちょっと話してたら、いや、ハイキックは絶対無理だよっていう話を聞いて、で、もう俺はもうハイキックを僕の中に蹴ってもらう流れに。蹴りたいのは山々なんですけど、あの物理的に上がらないなと思って。マスクの下、空手カブロです。今日も前回に引き続きシステマ東京八三ベースをお借りして、出場校、西山先生と北川先生、あ、出場校って言って西山先生、北川先生って連続で紹介したからね、出場校の西山先生と、システマ東京の北川先生と、一緒にお届けしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まあ、あのちょっと先日あのツイッターであの西山先生が最近なんか皆さんの映像を見ててちょっとパンチの練習してるみたいな、ちょっと打撃を練習されてるっていう話を聞いて、まあ、せっかくなんで打撃もできるようになってほしいなと思ってたんですけど、あのなんか今ちょっと話してたら、いやハイキックは絶対無理だよっていう、いや全然っていう話を聞いて、で北川先生とかもハイキックは全然システムですよねっていう話を聞いてしまったので、もうこれはもうハイキックを僕の中に蹴ってもらう流れに。蹴りたいのは山々なんですけど、あの物理的に上がらないのなんでちょっとそんな絶対蹴れないっていうお二方にどこまで先が蹴れるようになるか検証をさせていただきたいと思いますので今日はよろしくお願いします。お願いします。じゃあですね、せっかくなんでどのくらいの開脚のものかっていうのをちょっとあの座って、はい、ちょっとお二方の開脚をちょっと見せていただきたいんですけど開脚本当できないんですよ。大丈夫ですか。じゃあ座っていただいて。本当にねやってないんですよ。あの一応最初に言ったことは昔は開きましたジェットリーに憧れたんで、はいはい、あの開脚前の、はい、こう一応ね、会社の前にどうしようか、こんぐらいです。全然いけますね。このぐらい、でもこれ前いかないです。あ、大丈夫です。あの僕の理論として、はい、もう一回開脚したのです、はい、これだけ開けば、はい、要はこの高さは決めるんですよ、はい、ってことはですね、西山先生そもそも身長があるんで、はい、僕ここにやると僕の顎ぐらいだと思うんですよ、はい、物理的に。そうなんですよ。なので理論上は僕の側頭部は厳しいかもしれないんですけど、はい、少なくともこの顎先ぐらいの高さは、はい、いけるいきますからね。北川先生はどうですか。僕の体どんどん硬くなっちゃって、いや柔らかい柔らかい、なんなら僕より柔らかい、あの実は僕は硬いんで、そうなんですよ。すごい柔らかい。いやいやだったら、YouTube で知りましたけど、こんな上がってましたよ。いや、あれなんですよ、あの骨盤の使い方だけで、はい、僕らの実はよし、足自体は、こうなんです。柔らかいです。これも、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 柔らかいイメージはあります。で、ね、これだけ開けば、基本的にもう90度開けば自分の顔の高さぐらいで、100度開けば、まあ、自分の身長の側方ぐらいだと思って。はい、100度くらい開けるから、まあ、横の2本つなら大丈夫かなと思います。これ極端に今こんだけしか開かないんですけど、普通に、ハイキックとかだと、はい、ボロボロか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 、自分の顔より高いとか取れるので、ということで、じゃあお二方今からハイキックやっていただいて、はい、私の先生にはまあ、筋力とね、あの膝蹴りができたらいいよっていうふうにずっと言われてたんで、うん、あのもうここ入って、私も入ってここなんですよ。いやでも本当武術だったら筋力と膝蹴れれば本当にいいと思うんですけど、はい、まあ、あえて今日は、はい、あの現代格闘に寄っていただいて、はい、取りましたんだけど、はい、楽しいです。じゃあまずは普通に、はい、ハイキックをやっていただいてどんな感じになるかはい、先生ほぼミドルキックやないですか。準備運動YouTube 初公開じゃないですか。初ちょっと初公開ですね。じゃあまずこの辺開けそうな気がしますね。じゃあ今、はい、引くからいきます。
でも、全然いけそうですよ。よし。ああ、いいっすね。ああ、いいっすね。いいですね。すごい楽しい。北川先生。はい。でも、大体胸ぐらい、胸ぐらい、多分胸ぐらいは切れそうですね。はい、じゃあ今からちょっと、はい、いけるようになるんですか？なるいけると思います。ここくらい上がるようになるんですか？ここくらいじゃないですか？そうですね、北川先生とかは全然自分の目の高さがあるからいけると思います。で、ちょっとそれこそちょっとそれこそ椅子のこの持つところだけ使いたいんで、はい、ごめんなさい、どちらが先に体験されますか？で、僕はですね、じゃあちょっと立ち位置がですね、持ってるっていうよりも足が前に来てほしいんですよ。で、もうちょっと立ち位置いただいて、で、足をこの肩に置いてください。で、軸足をここまでぐるっと返したら、スッと、で、スッと、で、かかとを出してください。そうそう、後ろの方にちょっと入る。そうです。今日はこうなっている。ゆっくりやってもらって、この状態で一回戻します。で、上げます。で、返します。そうです。そうです。返します。返します。そう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 。で、上げてみましょう。返します。そうです。ナイス。こっから、そうです。まずこれで、一回ちょっと自分でここまでやるんですか？これで軸足、そうそうそう、めちゃくちゃある。そうそうそう、おーおーおー、僕の頭に乗った。そうそうそう、そうです、めちゃくちゃある。ちょっと一回それで、こう蹴る感覚だけ軽くでいくんで、そうそうそう。で、今度軸足をしっかり返しながら、ここの圧を少しずつ軽くしていってください。はい、軸足は抜いて。おお、抜いて。力抜いてもらって、はい、本当に楽ですよ。無理なげようとする。そうそうそう。おお、めっちゃ強いですね。どんどん。そうそうそう。もう力抜いて、パンパンみたいな。そうそうそう。おお、そうそうそう。そしたらもうパンって抜いちゃえば、はい、あの今ここで止めてるやつをそのブルって抜いたってことは、今から力抜いてます。そう、ナイス。おお、そう、ナイス。おお、すごっ、すごっ、今すごいですね。今全然持ってないですね。はい、全然持ってない。こんな、はい、ちょっとリバーアップがすごすぎて僕がびっくりしました。そう、ナイス。おお、そう、ナイス。おお、実際の試合の時もああいうフォームなんですか？スーさんの今日は、僕の試合とかも実はハイキック当たった瞬間に1ペースで見ると僕の開脚全然してないんですよ。骨盤の要はさっき開いたみたいに自分の身長分ここが開いていればその形にここを持っていけるようにさえすれば顔は冷えるなんで大概足が上がらないっていう人は骨盤の向きが悪くて、要は骨盤が一番その開脚できる角度があるじゃないですか、はい、そこにここに綺麗にこう持ってきてやればそこに行くんですけど、こいつがだいたい切れない人って骨盤がこの
まあ、読んでることもこの時はここ相手の顔の方に向かってないので、ここで止めちゃうと、こうやって入ってくるならないので、この子さんの向きさえこっちとこっちに合わせれば、自分の限界回復まで切れちゃうっていうのが、僕の魅力でしたので。それはこれなんですね。で、まあ、これ、昔動画でも紹介したんだ、アシステッドトレーニングっていう、ダイブから強制的に、その、なんていうか、実力じゃないですか、強制的に入力して、体に一回覚えさせちゃえば、それを自分でなぞれたっていう感じで、これはもう、自分でこれできるってあるのって難しいんですよ。やったことないときって、再現できないんですよ。強制的にできる人にこうフォローしてもらうと、正しい軌道が分かれば、できちゃうっていう。これも、多分本当に難しいことでしょうね。ある程度繰り返さないと、すぐもうちゃうんですよ。やっぱこっち大事ですよね。大事ですね。小脳が覚えるまではちょっとやり込まないです。フォローできる人がいると、うん、やってる間に上手にできるんですけど、フォローしずに1時間2時間経つと元になっちゃうんです。じゃあ、はい、西山先生もじゃあ、じゃあ同じように見ていただいて、はい、そうですね、もうちょっとそうです、そうです、足一回持っていただいて、はい、で自家をぐるっと返して、そうです、かぶを出します。はい、そうです。よいしょ、あれなんですね、ちょっと簡単、そうそうそう、あ、こうか。で今、はい、体がちょっときついです。
ロード鈴木さん。おい。おい。おい。ボード変わりましたね。あ、お姉さん、おぉ。大丈夫ですか。今、後半ちょっと良くなりました。うん、すごい。意外にこう、ほんと、ハイキックってこう、蹴るっていうのは、はい、体幹で足先の向きみたいに走らせて。まあ、振っちゃうだけです。振る感じなんですか。あとはここの、本当ここの操作が大切で、はい、あとはこっちの上の操作で、あと足はまた手についてくる感じ。ああ、なるほど。で、蹴ろうとも確認、足を使って、そこの筋肉使っちゃうと、もう急にこの角度、ここに目がちゃんと出てる。はいはい。今、上にこう、かみてやってやると。はい、うん、僕の身長ぐらいだったら、ハイキック成立してます。全然成立しますね。どうしたって言おうと思うけど、なんか、医者っぽく重いからって思うやるけど。それで、全然、それぐらい取ってますよ。例えば短距離走の選手とかにこう腰に紐をつけて、例えば 50m で9秒の人に腰に紐つけて 8.5 秒でゴールするように強制的に紐とかでバーッと引っ張ってやったりすると、タイムが0コンマ数秒縮まったりするんですよ。でその自分の体験したことないことを外部の力で強制的に体験させて、脳に一回それを体験させてあげることで再現できちゃうっていう。アイスのちょっと違うかもしれないですけど、強い人のパンチ食らうと、やっぱり練習する前の人のパンチ強くなったりとかしますよね。なんか体感して、あ、自分もできるんじゃないかと思えたりとか、実際にそれを体感することで、脳がその今まで使ってなかった回路だったり、今は使えるようになったりするので、だからこれも本当、3日熟成して、やらない、やってないと、なんて言えばいいと思っちゃう。まさかハイキックができる日が来るとは、もう一生無理だと思ったのかな。すごい。あ、これ今後初公開の、はい、疲れました。まさかの無事使うがハイキック。ハイキックでも1週間ぐらいなんか教室通ったらなんかできちゃいそうな感じは少しました。これが、実際できる人が近くにいれば、お願いしてやってもらえれば多分ちょっとずつできるようになるんで、毎日やることもできるようになります。ぜひ、はい、次会う頃に甘がりの僕のこの辺は頑張ります。頑張ります。ちなみにどうでしたか、ケースとか。思ってた、自分がハイキックってこうだろうなって思ってた動きのイメージ随分違ってたから、それはリードしてもらったことですごい良かったから、あ、このネバーからアシステムプレーンというのはメリットなんだなと思って、結構じゃこの椅子に対しては実は前だよ。ああ、そこが最初びっくりして、あ、こんな上じゃないんだと思って、弱がりにとるバランスが絶対の言葉にして大変なことを凍結にしてるのも保護者に気に入ってたので、ね、ちょっと早めだったと思いますね。今度からコラボするときに北川先生に入ってくる気をつけます。急に今まではもうなんかこうやって返してたやつがいきなりこうやったらパチーンって出てくるので。やっちゃいますよ。どうですか、はい、入ってきて。中国武術、はい、ちょっとまっすぐにしたのが、こう、あ、そうですね、蹴ることが多いんで、全然ちょっと頭の切り替えがなかなかできなかったんですけど、なんかずっと分かった気がします。最後の方は結構、ね、基本的にはやっぱ体指導なんですよね。体指導で立ちがあるっていう形で、足で蹴ろうとする人は絶対蹴れないんで、うん、試合中何回も何回も蹴ったらすぐ疲れますよね。実はハイキックは蹴れるようになるとローキックよりも楽になります。えー、えー
ロッキックってあの対象物をこうガツンって蹴った反射力を自分で全部支えなきゃいけないんですけど、ハイキックってね、体使って足が上に行っちゃえば、あのこの辺でこうやってやってるのと変わらないんだっていう。だからもう100人組とでも、はい、後半で上段出てるのはローキックを強く蹴るのでそっちの方が楽って思いますね。あ、蹴ってみようかな。当たればいいわけですよね。だからあの足を体の操作でここまで持ってこれるようになっちゃえば、もう下でこうやってやってるのも上でこうやってやってるのも体使う体力変わらなくなってくる。実は100人組での小池先生の動画を見て、その上段について私のチャンネルで質問したいなと思ったのがあったので、じゃあ、はい、また後でそれは後でじゃあお願いします。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。僕も、西山先生の羊塾法チャンネル、またあの北川先生のシステム東京チャンネルの方にもお邪魔させていただいてますので、ぜひそちらもご覧ください。このまま閉めちゃっていいですか。はい、ありがとうございます。これからも 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に投稿しています。まだ YouTube では、公開できない多くのマル秘技術をお届けしている、オンライン教室もありますので、ぜひそちらも、動画概要欄の方をご覧ください。これからも空手家動物と一緒に強くなりましょう。おっす、おっす、ありがとうございました。ありがとうございました。